めっちゃあったかい。めっちゃあったかいんやけど、最高。あったか。じいちゃん、おいでこっち。ゆうちゃん。はあ。お仕事終えて帰ってきました。こんにちは。疲れ様ひな。今日撮影でめっちゃメイクバキバキ。わかるかな？バチバチメイク。もう朝早かったからね。眠たくて。で、今帰ってきたら、ちょうどここに日差しがこう、差してきとって。めっちゃポカポカ。ハーゲンダッツ食べるよ。もう3時だから。気持ち的に1時間早いけど。カフェオレ？カフェオレと、ハーゲンダッツ食べます。冷凍庫にずっと温めておいた。冷やしてたけど温めておいた。めっちゃあったかいね。てか、なんか、めっちゃね、昨日と違って今日はめっちゃ天気が良くて。天気いいんだけど、外出たらめっちゃ寒いんですよ。風が冷たいっていうか。うん。だから今家の中はさ、もう最高だよね。太陽当たってあったかいけど風は来ないから。めちゃくちゃ良い。ハーゲンダッツに温かいカフェオレ？マジ？どうなるの？溶けるの？なんか、皆さん3月フェブラリーマーチだ。マーチ、エイプリル、メイ、ジュン、ジュライ、オーガスト。スプーン2杯ぐらい。いいね。で、ただの休みとかじゃなくて、普通に、お仕事頑張って、この時間に、もう、終わるっていう。いいね。仕事が終わって、外が真っ暗とかじゃないからさ、まだなんか、
一日これからって感じがして。いただきます。甘か。おいしい。うわー、ひなたぼっこ好きだな。3月。今日は、どうしようかな。種類はね、バニラ。なんかチョコチップとね、チョコチップのやつが好き。なんか2月と3月って気持ちの持ちようが全然違う。美味しい。出たアフォガード。まだ誕生日月間。うん。まだ誕生日月間。今日若干衣替えしようかな。服の整理。リビングに、私の悪い癖でね、リビングでね、着替えたらね、そのままリビングにね、服を置いちゃうんですよ。そしたら、椅子組み立てたじゃん、前。めっちゃ前の配信見てくれてた方わかると思うんだけど、なんか、カウンターテーブル？違う、カウンター、チェア？違うな。キッチンのその L 字のところに椅子を置いてるのね。そこに服をかけちゃって、どんどんね、上から上にね。兄ちゃん。みーちゃん。みーちゃん。
あ、そうそう、バーにありそうな椅子って、そう、なんか言われたんだけど。そう。この椅子にね、かけていっちゃうんですよね、服を。だからね、どんどんね、積まれていくんですよ。大変。なんか目がこうなって、こうなったなって。そうなんだよね。ついついやっちゃう癖みたいな。私ね、2月、1回も寝室で寝てなくて、もう永遠にずっとここで寝てるんですよ。やばい、本当に。片付けれない人のくせ、もうね、服は無理。私。だから、服をやっぱり、服がどんどん増えていったらそうなるから。整備しなきゃいけない。整理か。いや、全然。寝室は、全然、クローゼットと、あるんだけど、服をさ、段ボールに詰めてさ、なんかでかい段ボールに、2箱に入れて、置いてるんだけど、まだそれをさ、収納できる場所がなくて。で、まだ段ボールの中入れて、着て、そこ入れて、着て、そこ入れて、みたいなのするんだけど。だから着るときにそっから服を持ってくるんだけど、着た後にまたこっちにそのまま置いちゃうから、こっちにどんどん服が増えていくの。困ってる。腰痛めるで。いや、それがね、このソファーね、めちゃくちゃいいんですよ。もう腰痛いとかじゃない、もう。もうすやすや。爆睡。なんか、もうほんまに。マジこのソファを買ってよかった。って思うくらい快適すぎて。もうベッドいらないんじゃないって思うくらいいい。だからね、こっちの部屋に、この前、お母さんとか来てたから、こっちに布団を持ってきたんだけど、もうそのままここに布団を置いてあるの。もうここで、お花が出ます。
まあ、いつもはこっち側に頭を置いても寝てるんだけど。マジでもう寝れる？こうやって。光合成しながら寝れる。いけそう。ああ。マジでいい。もう最高。わかる。こうやって。もう爆睡。お昼寝したい。うん。ガチで寝てる人だと思われそう。この後仕事終わって、いや、朝から仕事してきた。だからもうメイクもバチバチ。だから、まあ、絶対しなきゃいけないこと一つあるんだけど、それ以外に、今日は、ちょっと衣替えしようかな、みたいな。りーちゃん？りーちゃん？おいで。みんなは何中ですか？あったかすぎる。私多分まだ体が赤ちゃんだからね、お昼寝タイム欲しいんだよね。でも言うよね、お昼寝を10分15分した方がいいって。よくない？
15分がいいの？寝すぎたらダメなんだよね。わ、ここあったか。わ、ここがあったかい。本当にこういう感じで寝落ちしちゃう人いるのかな？あったか。あすぎる。寒い。アイス食べたからか。アイス食べて寒くなったけど、あったかい飲み物飲んで。体が温めようとしてんのか。やっぱいるんだ。他のルームでも寝落ちしちゃってる人。その時どうなるの？バンされる？私一回だけあるんよ。配信中に寝たこと。寝るって言ってもガチ寝よ。10分ぐらい。なんかね、まだ前の家の時で、高校野球見てたのね。そしたら寝落ちしちゃってて、高校野球の試合が終わる時のサイレンで起きるっていう。したことある。こんにちは。
夢見てた。ダメだ。みんなさ、寝るときさ、どういう体勢で寝る？おはよう。私はね、こうやって丸まってこうやって寝るか、こうやってで、一旦これでちょっと寝てみるね。今すぐでも夢見そうだったね、これは。いいね、横向きも。横向き、足を上げて寝る？こうやって？分かった、こうやって壁とかにこうやって置くんでしょ。
ああ、確かにね。落ち着くね、ちょっと。日が暮けてきてちょっと寒い。で、横向きのいいところは、こうやってやるじゃん。そしたらね、私こうやって絶対入れるんだけど。ここにね、ジジが入ってくることね。ここにこう入って、こうやって一緒にね。よしよし。これ横向きの良さ。りーちゃん。みちゃんおいで、はい。うんちゃん、はい。んで。ない。でももう一つは本当にもうこう枕の下に両腕をこう入れて、これを若干こうなんかフォールドしてこうやって寝るのもめっちゃおすすめで、この手のね感じでね、この枕を首に沿わせるっていう。またいいんですよ、これが。
危ない。油断食いそうになった。じいちゃん、あったかいね。ね。じいちゃん、今日は何時間寝たの？好きなタバコをしております。寝てる姿つくし、多分ね、こう光当たってるからさ、神々しく見えるような。なんて、ジャズさん、ありがとうございます。お仕事頑張って。18時間寝ました、倍時。じいちゃん、じいちゃん、のどかだね。りーちゃん、ちょっとおいで、こっち。ちょっと触らして。わあ、あったか。なんじゃこりゃ。よいしょ。まだいて、じじちゃん、お願い。可愛くない？6位ちょっと。
なんかこう起きたくなる気持ちわかる。こうやって。あったか、もうほんまにあったかい。あったかすぎ。ああ、最高。寝てないよ。妄想してた、妄想。
どう？ どの寝方が良かったですか？皆さん。ああ、もうダメだ、これは。罪だ。ああ、もうダメダメ、本当に。ソファーが悪い。だって私が今寝転がってんの、今これソファーだからね。寝たふり上手？寝たふりって言われた。やば。ダメだこれ。わ、ダメだ。
福ちゃんが来た？ しい、みんな。やばい、今本通りで、本通りで、なんかこの、今この配信してるじゃん。本通りでね、なんか配信してて、そこにファンの方が来ちゃって追いかけられる夢を見た。夢じゃない、これは。夢って言ったら寝てるみたいになっちゃうけど。で、追いかけられたから逃げてきた。福ちゃん来てるの？だからそれで起きた。いや、寝てないよ。ふりだよ、ふり。福ちゃん。あれ？ また面白い劇団ひまわりも。驚くって書いてある。福ちゃんはどこにいるの？じ じ出してって。じいちゃんは日向ぼっこ中だからダメ。じいちゃん。ね。これね。あったかいそこ。ここの方があったかいよ。おいで、こっち。いいね、じいちゃん。じいちゃんは毎日20時間寝てるんでしょ？まひなちゃんも20時間1日寝たいよ、本当は。4時間働いて、20時間寝る。だけどじいちゃんも、じいちゃんなりに悩みがあるんだよね。毎日景色見て、餌食べて、家の中に、いて、つまんないよね。それ寝ることしか、することないもんね。ね。その気持ちもすごくわかる。だからせめて、夢の中でいろんなことしてるんでしょ？知ってるよ。こんにちは、皆さん。どの寝方がいいかを検証しておったら、気づいたら30分ぐらい経ってました。そんなじいちゃんは今、
な感じでございます。ゆうちゃんも日向ぼっこ中だもんね。かわいいでしょ。だからちょっと画角変えてあげるね。ちょっと目が。姉ちゃんが映ってほしい。映らない。姉ちゃん。まったか。しようって言ってる。みーちゃん。福ちゃんが叫んでるよ。よいしょ。おじいちゃん。じいちゃん、こっち見て。あ、見た。じいちゃん。体勢変わったわね。
肘がね、どんどんね、横伸びになっちゃうからね、見えないな。みーちゃん。じゃ、映らないようにしてるでしょ。隠れてるし、カメラから。んね。なんで噛むんですか。ん？どうしたの？ダメだよ。ジジは甘えん坊なのかな？ねえ、兄ちゃん、多分甘えん坊さんだよね。兄ちゃん、またカメラ移動する？見にくいね。ね。よいしょ。よいしょ。かわちい。かわいい。ね。はい、どうぞ。覚えて。いいよ、じいちゃん、そこって。お尻が、兄ちゃんお尻が見えちゃってるよ。兄ちゃんお尻が見えちゃってる。あ、言っちゃった。兄ちゃん。
ダメだ。よいしょ。これぐらいがいいね。いいよ。おじいちゃんおいで。これ私のアウターなんだけどね。ジジが気に入ってね。そこで寝てるから。じいちゃん、すぐそこにいるの。じゃあまだいるのかな。ここからね、みんなのコメントがちょうど見えない。おいで、じいちゃん。
真いいですねって書いてある。じいちゃん。めっちゃん。姉ちゃん、姉ちゃん、ね、
父がずっと私のこと眺めてる。姉ちゃんここめっちゃあったかいよ。姉ちゃんあったかいよ。
がね、落ちてきた。